パリオリンピック登録商標柔道女子70キロ級敗者復活戦31日シャンドマルスアリーナ柔道女子70キロ級の敗者復活戦が行われ新添先28自衛隊体育学校が A 角田ロースタント22スペインに敗れ日本はこの階級3大会ぶりにメダルなしに終わった準々決勝では世界ランク5位 東京五輪堂メダリストの S。ファンダイク、29、オランダ、に技ありを奪われて、優勢負け。日本はこの階級、3大会連続金メダルとはいかなかった。敗者復活戦に回り、東海大学2年のスペイン代表角田ロースタントと対戦。序盤はニーゾエは相手の速い攻撃に防戦一方、なかなか攻められず指導2回を宣告された。 ゴールデンスコアに入るとニーゾエに3回目の指導、反則負けで日本はこの階級、3大会ぶりにメダルを逃した。試合後、ニーゾエは、情けない気持ちでいっぱいですと涙し、本番で自分の力を、優勝するという気持ちで負けていたと語った。柔道女子70キロ級五輪成績、1996年まで66キロ級。 1988年ソウル佐々木公金メダル、公開競技。1992年バルセロナ藤本良子一回戦敗退。1996年アトランタ一軒リサ二回戦敗退。2000年シドニー上野正恵9位。2004年アテネ上野正恵金メダル。2008年北京上野正恵金メダル。2012年ロンドン立ち元用7位。 2016年リオ・立本ル香金メダル2021年東京・荒井千鶴金メダル2024年パリ・ニ新添先敗者復活戦敗退